疲れ様です。カメラ小僧。カメラ小僧だよ。持ってきた。あ、スマホも。うん。持ってきて。アリス。Y2K。私が一番最初に Y2K やってたからね。つまり。え、これ何年前の携帯だろうでも。めっちゃ時代感じるわ。これ2018年だって。あ、え、2014年の写真もあるんだけど。あ、移行してたのかも。一番最初にナダル出てきた。なんでナダルさ。ナダル、あ、ナダル。こんな感じ。その日。その日。うん。これだから出会った日。日出会った日。すごい。違うよね。いや、若かった。若かった。16、7だよ。高校生。なんか変わった子だなみたいな感じかも。マイペースな感じ。変わってるなって思ったかも、最初。すごい自分のペースがある人だなって思ったかも。あんまりいなかったから、そういう子が。周りに、なんかこの犬いいねみたいな感じで、それだけで、なんていうの、間が持つっていうか、なんか注目してるものが一緒だったっていうか、なんか犬いたりとかすると二人とも犬見てたりとか、なんかそういう感じ、結構話し合う、合いそうだなみたいな、これってこうじゃないみたいなことを言った時に、あ、分かるってなってくれる子だったかも。どういうこと、何それっていうのがないっていうか、結構コンテクストの共有があって間もないのにできてる感じっていうか、その時の、まあ、具体的に覚えてないんだけど、感想とか、まあ、犬かわいいねしか言ってないけどで、言ったことも分かってくれるっていうか、なんだろう、うん、犬かわいいとかなんかなんだっけな、なんかでも分かんないけど、そう、吉祥寺のタパスタパス行ったりとか振り取ったりとかしてたこれ初めてだったらタパスタパスじゃないの、あ、これそうじゃん、二人で遊んだ初めての日の写真があった、2014年6月6日だ。超可愛いんだけど、でもこの時もうショートだわ。可愛くない？初めて会ったの2013年の夏頃だけど、それから1年ぐらい経ってんだね、初めて遊んだの多分。見て、髪の毛短い、この時二人とこういうの素でやってるからね、最高の夏にしような、言葉悪くない？OK。 これあげらんないかも、雨ぶっ殺すわ子供、私がスカート履いてるよ。すごいね。ファッジに憧れてた頃だ、雑誌の。しかもなんかスカートめっちゃ濡れてる、めっちゃ雨だったんだね。ザンザン降りだったんじゃない？1回目じゃないかな。そう、10月18だから。あー、すごい。かわいいね。楽屋的な場所だな、これきっとな。かわいい。あ、かわいい。あ、これ2回目とか3回目とかのライブかな。なんかマミコはなんかオールバックというか、後ろで結んでてかわいい。あとマミコのおでこを叩くとベロが出るっていう。叩いてない時にベロ出したらダメなの。しょうもねえ。見て、こんなヤバい空間でさ、ライブしてなんかお客さんが椅子に座ってて、ここでライブするっていう。よくやったよね、この時のうちら。
あとよくこの時のうちは出したよ。楽屋で地べたに座ってるマミコだ。裸足だし、なんかまあ、この時の方がマミコって野生児だった気がする。私の膝の上に座って喜ぶマミコ何にも気にしてない感じっていうか、うん、子供、うん、いつもニコニコしてて、なんかねほにゃんってしてたかも。あ、サングラス欲しくてとりあえずかけてみたけど買わなかった時の写真あるわ。だいぶ買わないし、めっちゃ友達やな、その感じ。確かにめちゃくちゃ友達。いや、あるわ俺絶対あるもん。ちょっと遡ったら行きつけようや、ね、普段よく見えるように。アミコよく似合ってるね、この形ね。似合ってるね。違うやつもと友達すぎるわ。友達すぎるね、これは。かわいい、アミコドルの金ネック、これも多分つけただけ。つけただけ買えよ、つけんなら誕生日プレゼントで水鉄砲もらった時の写真。二人とも誕生日が近いから。あ、そっかそっか。そう、すごい嬉しそう、かわいいこのマミコの顔見てよめっちゃ喜んでるもらった水鉄砲で水鉄砲パーティーした時の写真。これ後ろが私でマミコが逃げてるところ。マミコは防戦一方じゃんスタバ持ってカッコつけてる。もう今スタバ飲んでてもいちいち写真撮んないからねあ、一緒に音イヤホン半分こして音楽聴いてる時だ。うわ、すごいいい写真。いい写真だね、懐かしい。これサマーズサマーズ一緒に見に行った時の写真。ああ。観覧写ってるんやね。写ってる、ね、どう見てこれ。二人でサマーズサマーズの観覧撮って最前に行った時一緒の写真を見せてくるんだ、もうおもろい。え、そう。すごい。ちょっと待って。私も筋肉つけてた。私もつけてんじゃん。買ってない。買ってない。プリ撮ってる時だ。かわいい。かわいいね、若いね。なんかでも美人さんって感じだね、この時も。おー、これぐらいの髪型いいじゃん、マミコ。ここを通じて言おう、マミコ、今回の時いいよ、かわいいよ、いい。あなたは伸ばすの頑張って。かわいいな。あ、金髪にした日だ。私2015年の9月8日に金髪にしたんだ。で、マミコに初めて会った時の写真がこれだ、マック。金髪にして初めてだった日ね。うん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 、金髪にした日覚えてるよ。吉祥寺のマック10時集合ねみたいな感じ。会った瞬間にもう金髪だったので、えーって言ってめっちゃ似合ってたの、まあ、似合ってるのみんな知ってると思うけど。なんで言わなかったの。びっくりさせたかと思ってかわいい内緒にして会ってびっくりさせた。サイちゃん驚くぞって思ってたのかも。かわいい。金髪にしてからめっちゃ明るくなったと思う。これはレイチェル自身も言ってる。レイチェルのリハーサル風景見して、見したい。おばてだけ朝でどこへ涙のまま Love you 知らうはずなかった2人もうわいかにやすやすLet's go get sexy そういう曲じゃないのにマミちゃんとイケア行った時の写真だ。友達やな、うん、こんなん一生出てきますよ多分。あ、かわいい。 IKEA でディズニーランドの勝ち者してる。 IKEA 行った後ディズニー行ったんだっけこの日。 IKEA 行った後ディズニー行ってるわ。アクティブやな、超アクティブ。
あ、ずっと M&M 食べてたんだ、このイケアいるとき。お菓子とか食べないからね、今ね、マミコ。そういうのも可愛いのかも、子供って感じするのかも。ずっとなんかコショ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 。アナウンスして。ここは植物園の、あ、違う、イケアの植物。すごいな、可愛い。なんか若いよね、こういう感じとかってさ、アナウンスしてとか言ったらやってくんないじゃん、多分今。そうだ、うん、そんな気がする。嫌なよとか言って。それならこの時のマミちゃんは可愛い、こんな天使みたいな笑顔で。可愛い。あ、でも、でも死ぬほど疲れてる感じ。そりゃそうだ、イケアの日とディズニーの日にするもんね、普通ね。私がすごい好きな動画、二人で初めて自分たちの動画を回した時。本当にこれ大好き。あと誕生日祝った一緒におめかしして、私が二十歳になる時一緒に美容室行ってメイクと髪の毛やってもらった。誕生日のやつ見せたいんだよ、レイチェルが。いきなり送られてきたの、これが。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマミちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。これマジで何だ、怖すぎるのね。全然怖がらせるつもりじゃなくて、本当におめでとうって思って送ってきたらしいんだけど。それなんて返した？怖って送った。せやな、怖っ。